本日はなんと久しぶりにこちら一番くじすみっこ暮らしコスメティックスです。今回なんとぬいぐるみとかではなくアリスたちも大好きな化粧品のくじでございます。でもさ、子供のうちに化粧したらさ、あのさ、お風呂かなんかになるんでしょ。そう、毎日してたらあかんけどね。おままごと程度にするのは大丈夫ですよ。なので今アリスとユメが分かりやすいように、うん、一番くじってママ言ったけど、うん、本当は一番コフレって言うみたいです、はい、では早速ラインナップ見ていきましょう。まずは A 賞、スミッコリウムパクと猫と一緒、全一種。これね、コロンと可愛いテラリウムのようなコンパクトで、これパカッと開けたらこうファンデーション、お肌をこうね綺麗に見せるパウダーが入ってるの。おお、鏡もついてる。めちゃくちゃ可愛い。これママも欲しい。雑草がつきまつげ出したり。うわ、ほんまや、めっちゃ可愛い。はい、お次 B 賞、すみっこリップバーム。これはね、もうパクト自体がもう白くまずトカゲになっててめっちゃ可愛い。これパカッと開けたら、これ指でちょんちょんって唇にこう塗ったらこうリップになる、リップクリームですね。めっちゃ可愛い。はい、お次いきますよ。師匠、タピオカネイルオイル。これはね、ネイルオイルなので、マニキュアと違って、この爪とこう指の間とかカサカサになった時とかに、これオイル塗ったら、もう潤ってツルツルになったり、爪に栄養を与えるものになっております。バニラの香りだ。めちゃくちゃ可愛い。はい、お次、D 賞、アイカラーコレクション。かわいい。こちらはもうアイシャドウかな。かわいい。お好きなカラーが選べるのが嬉しい。めちゃくちゃかわいい。え、見て、中身の色。お次、いい賞、おめかし色マニキュア。うわー、かわいい。マニキュアも欲しいな。これ全10種類だって。キラキラ。かわいい。猫ちゃんのやつめちゃめちゃキラキラね。キラキラな猫ちゃん。ラメホンカツも。はい、お次、ラストワン賞、スミッコリウムパクト、トカゲと一緒。最後の1個を引くと手に入る。こちらはクリアカラーになってるから、あのお化粧の最後の仕上げにパタパタっとやると、こうテカリとか抑えてくれるパウダーになってますね。ということで、これめちゃくちゃ可愛いから、今回久しぶりに一番くじに行きたいと思います。どこの一番くじ？これファミリーマートか、あの書店とかになるんですけども、うん、近くのファミリーマートやってたらそれに行きたいと思います。なかったら？なかったらちょっとビレッジヴァンガードとかちょっと調べていきます。で、1回840円なのでちょっとお高めです。なので3回1人3回と言いたいところやけど、久しぶりのすみっこ暮らしの一番コフレなので4回ずつでやっていきたいと思います。4回と4回で合計8回ね。それでは早速引きに行きまーしょー。では早速4枚ずつ取ってください。取るだけです。うん、取った。はい、じゃあここで開けさせてもらう。うん、いきますよ。じゃあ夢から、せーの、よいしょ。あ、ネイルオイルでした。いいですよ、アリス、どうぞ。せーので、よいしょ。お、リップバーム。はい、せーので、以上、アイカラーコレクション。せーので、以上、アイカラー。後で、ゆめ3枚目、どうぞ。せーので、以上、アイカラーコレクション。せーので、あー、あんまり綺麗。やっと、あー、ラストですよ、ゆめ。以上、以上、お願いします。せーので、ラストですよ。
色。泣きの一回ずつする？うん。パパ大好き天使。天使天使。最後ですよ。もうこれがもう泣いても笑っても最後ですよ。これ。はい。ちょっと待ってや。白くま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 白くめ言うてる。いますよ。最後ですよ。いっせーので、じゃあゆめ頑張って。最後ですよ。せーので、え、今日はダメですね。でも B 当たってるし。いや、まあね。B 当たったからいい。じゃあこれお兄さんに渡してください。帰ってきたよ。はい、行ってきました。ちょっと今回は厳しかったね。なかなかやっぱり A 賞は当たらんね。はい、じゃあ紹介していきましょう。まずは下位賞から下の賞。E 賞。おめかし色マニキュア。これ？そう、いいしょ、開けてみようか。ちなみに誰狙いですか？白クマ。トカゲー。アリスはトカゲで、ゆめは白クマ。どうぞ。トンカツ。トンカツ。ペンギン。ペンギン。惜しいの白クマとトカゲではありませんでしたけど。やだよ。かわいい。水色やんか。トンカツね、やっぱりこっちがいいかもしれない。トカゲ色やんか。可愛いやん、ペンギン。わぁ、綺麗な色。綺麗な色。めっちゃいい香り。トカゲ色。旅行焼きの匂いする。ちょっと。え？トンカツ。トンカツ可愛い色やんか、ピンクで。可愛い。たっぷり入ってんね、このマニキュア。わぁ、綺麗な色。これ、ママにちょうだい。あかん。まあ、こんな色大好き。可愛い。やったね。僕ちに。あ、そうや、もう一個あった、やった。開けてください。かぶったらどうしよう。かぶったらどうしよう。すごい。すごい。そこの引きはすごい。飛ばして。はーい。飛ばしてよ。アリスの大好きなトカゲ出ました。おいすぎね。これが本当のトカゲ色なんかな。そうだよ。すごい。なんか色がちょっと暗めの水色です。色が似てるよ。うん。やったな。はい、お次行きましょうか。D 賞。D 賞ってどれ ？D 賞アイカラーコレクション。アイシャドウですね。この目の上にこう塗るやつです。これはもう書いてある。うん。そうそう。だから選んできてんな。白クマ、トカゲ、猫。お、白クマ、トカゲ、猫を選んできました。僕ちん、トカゲ。トカゲ。かわいい。かわいいなぁ。夢もトカゲこれ、うん、めっちゃかわいい。白クマくんキラキララメも入ってて、かわいいです、とっても。はい、お次行きましょうか。これ次タピオカ。お次 C 賞タピオカネイルオイル、当たった人開けてください。はい、うん、かわいい、見せて。まんまる。かわいい。飾っててもめっちゃかわいい人形。マッサージ、かわいい、ぷっくりして綺麗な色だね。ちょうだいママに。ママこの辺カッサカサやねんけど。じゃあ最後 B 賞が当たってんな、アリス。1番白クマか2番のトカゲか選べなかったんな。だから何が入ってるか分かりません。アリスの好きなトカゲか夢の好きな白クマか。いい、開けて。でも開けて。でも運が良かったからさ。で、こっちこれが運悪くなった。まあ、白クマでもトカゲでもいいやん。当たっただけで良かったんだよ。どっちでもいいか。うん。さあ、どっちかな？いくよ。はい、オープン。ここは外せへんね、本当に。ブロがないよ。めっちゃ可愛いな。アリス、これ一番最初にパッて撮ったやつがそれやね。あ、そうな。パッて撮った。うん、それが直感で。こんな感じ。見せて、ママ。可愛い。これも
まあ、あの筆持ってる人はこう筆で塗ってもいいし、指でこうやって塗ってもいいし、これ滑り持ってるかわいい、まん丸かと思ってた、全然違かった。塗ってみて、ちょっと試しに指で。ママこれは香りとかなかった、蜂蜜の香りって書いてる。トイレみたい、これ蜂蜜なの、トイレみたい、トイレ、これ蜂蜜なの、ほらトイレ、トイレみたい、ほんまや、便座みたい。いいやん、アリス、唇カサカサなるときあるから、これ塗りな、これから。うん、夢はベロで舐めて住んでる。これからも夢はベロで舐めてください。ということで、今回一番コフレ、すみっこ暮らしコスメティップス、どうでしたか？楽しくる、久しぶりやったね、一番くる自体がね、久しぶりすぎて、興奮しすぎて、ね、たまにはちょっとすみっこチャンネルらしいことしないと、すみっこすみっこ。はい、ということで、今回この結果が良かったなと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。また見てね。どこに塗る？ここ、ここ、どうやって塗るの？こっちでいいや。これは休憩塗りすぎた。アリスも変なところにキラ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 なった。キラキラかわいいやん。